エドガー・アラン・ポー作、示し合わせ。前回の続きからです。と主は夜は部屋へ入った時、夜に座につくように進め、自身はツーマンの上に長々と身を投げかけながら笑った。いや、なるほどと彼はそのような風変わりな歓迎の作法に、世が直ちに調子を合わすことのできないでいるのを認めて言った。なるほど、君は私の部屋や私の彫像や私の絵画や建築と室内装飾との私の着想の独創的なことなどに驚いているんだね。え、この素晴らしさにすっかり酔ったのかね。だが君、どうか許してくれたまえ。ここで彼の声の調子は魂胆そのもののように低くなった。思いやりもなく私の笑ったことを許してくれたまえ。君は全く驚いているように見えたのさ。それにぜひとも笑わなければ死んでしまうというほどひどくおかしい事柄があるものだ。笑いながら死ぬということは、あらゆる栄えある死に方の中でも最も栄あるものに違いないよ。トマス・モア教は、トマス・モア教は非常に立派な人だった。トマス・モア教はご存知の通り、笑いながら死んだね。またラビシウス・テックストルの知恵集の中にも、それと同じ崇高な最後を遂げた人物の長いリストが載っている。だが君も知っておられるだろうが、と彼は考え込みながら言い続けて、スパルタに、それは今のパレオコリのことだが、そのスパルタに城郭の西の端にあたって混沌たるほとんど見分けられない廃墟の間に大石のようなものが一つあって、その上に今でも A シグマ M という文字が読まれる。これは疑いもなくバツバツバツワンワンの一部だ。ところでスパルタにはたくさんの異なった神々に対してたくさんの神殿聖堂があったんだ。それなのに笑いの聖壇が他のすべてのものよりも長く残っているというのは、なんと全く不思議なことだろう。しかし今の場合、と彼は声と態度とを妙に改めて再び話し始めた。私には君に迷惑をかけて面白がる権利はないのだ。君がびっくりされたのももっともだったかもしれない。この私の王者のような小さな資質のように見事なものを、ヨーロッパは何一つもこさえることができないのだ。私の他の部屋は決してこれと同じ程度のものじゃない。単に流行的無趣味の極端なるものだ。ところがこれは流行以上のものだよ。そうじゃないかい？と言っても、これは人に見られさえすればきっと大流行になるに違いない。
すなわち自分の全世襲財産を費やしてその流行を追うことのできる連中にはだね。だがそういうような汎用を一切されないように私は用心してきたのさ。一人だけ例外はあるが、君は私自身と私の即使いとのほかに、この神秘的な尊厳な領域へ通された唯一の人間なんだよ。ここがご覧の通りに飾り立てられてからこの方ね。世は返礼の意で頭を下げた。壮麗と方向と音楽との圧倒するような感覚は、彼の思いがけない奇妙な話しぶりや態度とともに、世がおそらくお世辞であろうと思った彼の言葉に対する自分の感謝の念を言葉に表すことを得ないようにさせたからである。ここにと彼は立ち上がって、世の腕にもたれて部屋中をぶらぶら歩き回りながら再び話し続けた。ここにギリシア人からチマーブエに至るまでの、またチマーブエから現代に至るまでの絵画がある。多くのものはご覧の通り、骨董趣味の意見にはほとんど服しないで選ばれたものだ。それでもこれらはどれも皆このような部屋にかけるにはふさわしいものだ。またここには無名の偉い人々の傑作もあるし、ここにはその当時は有名であったが、後にはその名さえ軽眼なアカデミーに黙殺されて私のところに残っている人々の未完成の下積もある。君はどう考えるかね、と彼は不意に振り返って言った。このマドンナ・デ・ラ・ピエタを君はどう考えるかね。それはグイドのものだ。世は宣告からその際立った美しさに余念なく見とれていたので、すっかり熱中していった。それはグイドのものだよ。どうして君はそれを手に入れることができたのかね。これは確かに絵画の方法で彫刻におけるヴィーナスにあたるものだ。ふーむ、彼は考え込みながら言った。あのヴィーナス、あの美しいヴィーナスかい、あのメディチのヴィーナスかい、頭の小さい金髪のあの女かね、あの左の腕の一部分と。ここで彼の声はかろうじて聞き取れるくらいに低くなった。右の腕全部とは推定補修をしたものだ。そしてあの右腕の生めかしさにあらゆる教職の精髄があると私は思う。そのカノーバを私に取ってくれたまえ。そのアポロもやはり模作品なんだ。それには何の疑いもあるはずがないのさ。アポロの誇りである霊感が見えないなんて、私はもうのアホだよ。私はね、憐れんでくれたまえ。私はそのアンティノースの方がこれよりいいと思わずにはいられない。彫像家は大理石の塊の中に自己の彫像を見出すと言ったのはソクラテスじゃなかったかね。とすると
ミケランジェロのあの体育。誠の紳士の態度のうちに、我々は俗人の虚子との相違がいかなる点にあるかを直ちに断定し得ることをなくして、その相違があるのを常に気づいているものだということが言われてきた、あるいは言わるべきである。このことを世の知人の体部的の挙動に十分適用させながら、世はその多事なる朝、それが彼の精神的の色質および生活にさらに一層完全に適用し得るものなることを感じたのであった。彼を他のあらゆる人々とかくも本質的に別にさせているように思われる、その精神の特異性を激しい絶えざる物思いの習性と呼ぶより以上に、世はよりよく説明することができない。その物思いは彼のほんの些細な動作にまで染み渡り、彼のふざけている時にも現れ、ペーセポリスの神殿のぐるりの蛇腹にあるニヤニヤ笑っている仮面の目からののたくり出ている毒蛇のように、彼の快活さのひらめきにさえも織り込まれているのだった。けれども世はあまり重大でもない事柄について、彼が早口に述べ立てる織の軽調さと重々しさとの混じった調子によって、なんとなく恐れおのくような様子、動作と話しぶりとにおけるかなりの神経質な熱情、落ち着きのない興奮した態度に幾度も気づかずにはいられなかった。それは世には始終まるで理由のわからぬものと見え、またある場合には世を境外の念をもって満たした。それからまたしばしば彼は言いかけた文章の初めの方を忘れてしまったらしく、その真ん中あたりでふと言葉をやめながら、あたかも訪問者を時々ごっこくに待ち構えてでもいるか、それとも彼の想像のうちにのみ損しているに違いない物音に耳を澄ましてでもいるかのように、非常に深い注意を持って耳を傾けるようにも思われた。こういう放心しているらしい無双、あるいは言葉の切れの間の一つの間に、世はツーマンの上の自分の近くにあったかの詩人にして学者なるポリシアンの美しい悲劇オルフェーを、イタリアの最初の自国語の悲劇の1ページをめくると、鉛筆でアンダーラインを引いた一節を発見した。それは第3幕の終わりに近い一節、最も人の心を引き立てる興奮の一節、不純なところがないではないが、男ならば何人も苦しき感動の心にしむを感ぜずには読めないような、女ならば何人もため息なしには読めないような一節であった。そのページ全体にまだ新しい涙の跡がにじんでいた。そしてそれに向かい合ったインタリーフには次のような英語の詩が書いてあった。その筆跡は世の知人の風変わりな文字とは甚だしく違っているので、それを彼の筆跡だと認めるには多少困難を感じたくらいであった。
愛しき人よ、御身こそ我が魂の思い焦がれしすべてなりき。愛しき人よ、わだつみの緑の小島、愛らしき好みと花のまつわれる祠に吹き、さてはまたすべての花は我がものなりき。ああ、続くにはあまりにも輝かなりし夢。ああ、ただ雲に覆われんがためにのみ現れし星のごとき望みよ。未来より声は叫ぶ。前へ、前へと。されど過去、ほのぐらき淵の上にぞ我が玉は雨がけりとどまる。目視動かずおののきて、哀れ哀れ我が身には命の光消えうせぬ。もはやはやかかる言葉を大津波は岸辺の砂に残すなり。雷に咲かれし木は花咲かち、手負いの足は欠けるまじ。今我が日々はすべて夢幻にして、夜ごとの夢はことごとく。イタリアの流れのほとり、軽やかの踊りのうちに、君が灰色の目のきらめくところ、君が足取りのひらめくところにこそあれ。哀れかの呪われし時、彼ら御身を連れ去りぬ。恋より我より銀の柳のしだれたる霧深き我らが国より、とがと尺あるおいし人と汚れの枕とへ、海を渡りて連れ去りぬ。この詩が英語、その作者が通じていようとは世の信じていなかったところの国語で書いてあることは、世にはさほど驚くべき事柄ではなかった。彼の学識の広いことと、彼がそれを人に気づかれないように隠すことを妙に愉快がっているということを世は十分よく知っていたので、そういうような発見をしたところで驚くはずがなかったのだ。けれどもその日、土地は世は告白しなければならぬが、少なからぬ驚愕の念を世に与えたのであった。それは最初はロンドンと書かれ、後に念入りに線を引いて消してやった。が精密に調べる目にはその語を隠し合わせるくらい十分には決してなかった。このことが世に少なからぬ驚愕の念を与えたというわけは、世が以前かの友と談話をしているときに、彼にいつかロンドンで李面倒に公爵夫人、彼女は結婚前の数年間をその都市に住んでいたのだ、に会ったことがないかと特に尋ねたのであったが、その時彼はもし世の聞き違いでないなら、大ブリテンの主婦を一度も訪れたことがないよしを答えたのを世はよく記憶しているからなのである。
ここに述べておいてもよいであろうが、世の話している人物が生まれのみならず教育においてもイギリス人であるということを、世は従来一度ならず聞いていた。もちろん非常に多くのありそうにもないことを含んでいる風評なるものを信じはしなかったが、のであった。ここに絵が一つある。と彼は、世がその悲劇に目を留めていることに気づかずに言った。君のまだ見ない絵がもう一つある。そして、一枚の服をさっと取り除けると、彼は公爵夫人アフロディーテの全身像を表した。人間の技術では、彼女の超人間的な美しさを描くに、これ以上のことはできなかったろう。前夜太閤の宮殿の階段の上に世の前に立った、かのこの世のものとは思えぬ同じ姿が、今ひとたび世の前に立った。しかし、満面に微笑を輝いているその容貌の表情には、完全なる美しさには、いつでもつきもののあの憂鬱の密かな影が、不可解の変則だが、やはり潜んでいた。彼女の右の腕は胸の上で折り曲げられていた。左の手で彼女は下の方の奇異な型の瓶を刺していた。小さなたおやかな片足だけが見えていて、地に触れるか触れないくらいであった。そして彼女の麗しさを異常し秘蔵しているように思われる三千たる雰囲気の中に、最も微妙に想像された一対の翼が浮かんでいるのがかろうじて見分けられた。世の視線はその絵から友の姿へと落ちたが、その時チャップマンのビュッシー・ダンボワのあの力強い言葉が、我知らずに世の唇に震えたのであった。彼はそこにローマの彫像のごとく立つ。死が彼を大理石となすまで動かざるべし。さあ、とついに彼は見事な七宝細工を施したどっしりした銀製のテーブルの方へと振り向きながら言った。テーブルの上には異様に着色をしたいくつかの杯が、例の肖像画の前景にあるのと同じ不思議な型をした大きなエトルリリア風の瓶2個とともに乗っていた。その瓶の中に満たされているのは、ヨハンニス・ビルヒ・ブトーシュであろうと世は推定した。さあ、と彼は不意に言った。飲もう、まだ朝は早いが、飲もうではないか。まだ本当に早い。一人の微動が重い黄金の金槌で部屋中に日の出後の第一時を鳴り響かせて報じた時、彼は物思いに沈みながら言い続けた。まだ本当に早いさ。が、それが何だろう。飲もうじゃないか。このケバケバしいランプや香炉がしきりにそれに打ち勝とうとしている。
彼方の神々しい太陽に捧げるために酒を継ごうじゃないか。そして用してなみなみと注いだ杯で彼のために乾杯させてから、彼は矢継ぎ早に何杯も酒を飲み干した。夢見ることがと、彼は例の華麗な瓶の一個を香炉の明るい光の方へ持ち上げたときに、彼の取り留めのない会話の調子に帰りながら言葉を続けた。夢見ることが私の生涯の仕事だった。だから私はご覧の通り自分のために夢の住処を作ったのだ。ベニスの真ん中で私はこれより以上のものを建てることができただろうか。いかにも君が周りに見られるのは建築装飾の寄せ集めだ。イオニアの純粋さは大洪水前の意匠のために損なわれているし、エジプトのスフィンクスは黄金の絨毯の上に広がっている。でもその効果は正端なる者にとってのみ不調和なものなのだ。ところの打倒、またことに時の打倒というものは人類を脅かして壮麗なるものの干渉をさせずに置く妖怪だよ。かつては私もデコリストであったが、あの地偶の放火はもう私の心には冷めている。ここにあるすべてのものが今では私の目的に適当したものなのだ。このアラビア風の香炉のように私の魂は火のうちにもだえている。そしてこの恍惚たる場面は私が今そこへ向かって急いで出かけようとしているあの真の夢の国のもっと奔放な光景に私を適応させているのだ。彼はここで不意に言葉をやめ、頭を胸のところへうなだれ、世には聞くことのできぬ物音に耳を傾けているようであった。ついに太鼓をまっすぐに起こすと、上の方を仰ぎ、チチェスターの創生の飼育を口にした。そこにて我を待たれよ。我必ずその低き渓谷に御身と仰む。次の瞬間には酒に酔ったと言いながら、彼はツーマンの上に長々と身を投げかけた。この時階段を急いで上がってくる足音が聞こえ、それからすぐに扉を高く叩く音がした。次にいかなる騒ぎが起こるかと夜が待ち構えようとしている時に、メントーニ家の一人の小生が部屋の中へ駆け込み、感動のあまりに息の詰まった声でどもりながらキレギレの言葉を発した。私のところの奥様が毒をお飲みに。おお、お美しいアフロディーテ様が。愕然として夜は戦場のところへ飛んで行き、その眠れる人を呼び起こして
この驚くべき消息を知らせようと努めた。しかし彼の手足はこわばり、唇は鉛色となり、さっきまで輝いていた目は死に引きつけられていった。夜はテーブルの方へよろめき下がった。夜の手は一つの割れた黒く変色している杯に落ちた。そして全体の恐ろしい真実の意識が突如として世の心にひらめいたのであった。